今月12日に2年間死亡事故ゼロを達成した高浜町に14日福井県警察本部長からの顕彰状が伝達されました。この日は小浜警察署の大橋治署長ら2人が高浜町役場を訪れ、野瀬豊町長に福井県警察本部長からの顕彰状を伝達しました。これに対し野瀬町長は、今後も町内から死亡事故を出さないよう努力していきますと気持ちを新たにしていました。高浜町では一昨年の10月11日に西三松で発生したお年寄りの死亡事故以来、今月12日まで交通事故による死者が出ていません。この顕彰状の贈呈は、福井県警察本部が人口により定められる一定の期間内に死亡事故が発生していない市長に対し行っており、1年間と定められている高浜町は2年連続の贈呈となります。